さあ、それではですね、PGU、RX78 製作園でございまして、ここはもう逆らわずにやな、逆らわずに、説明書通り行こうぜ。で、正しいやん、正しいやん。できることなら、まあ左右やな、まあ、足とか手腕も面倒くさいが、左右は両方一発で済ましたいいうとこで、こんな感じです。このインサートフレームって言われる、硬いパーツと柔らかいパーツ、硬いパーツ柔らかいパーツが複合して、抜かれるパーツっていうのは、初代のハイグレードやったかな、初代のハイグレードと、リアルグレードの一部、リアルグレードの一部に、このインサートフレームっていうのが使われておりまして、これのね、デメリット、メリットはええねんけど、デメリットって何って言ったら、作る楽しみの半分がなくなんねん、これでね。僕やったら、そうやな、あれと思ったんやったら、リアルグレード、リアルグレードの、ウィングガンダムやったかな、ウィングガンダムのゼロカスタムあたりが、このインサートフレームを使ってんねんけど、もうパーツが、ほとんど取り付けるパーツがなくって、あれみたいなね、高いお金払ってんのに、あれっていう、そこしかないみたいなね。で、今回の場合は、このインサートフレームが、まあまあ、走行材で隠れるような仕様になって、稼働に貢献してんのかどうかなんですけどね。まあ、結論から言うとね、このインサートフレームが、稼働に貢献はしてないです。ないです。はっきり言い切って、ないです。はい。ないですよ。見てもらいましょうか。これが、そうなんですけどね。この隙間が空いてたりするのがね、正直、不満やん。ここら辺もさ、ペーパーかけてたり、かけてなかったりするパーツがあるでしょ。これ何っていうことやねんけど、おそらくここにパーツが、走行材がはまるところと、むき出しチックやな、むき出しになるところがあるから、それを、見極めた上で、こういうところとか後で見えるから、ペーパーかけるかけないのところがあって、で、こういうところもそうやねんな、もう、ゲート跡が丸見えになったかっこ悪いやんっていうことなんでしてるんですけど、なぜかこの足がね、あれよ、赤色やねん、サスペンションの受け軸が。こっちがシルバーメッキやねん。なんで赤やねんって。ここね。で、逆側はね、驚きやで。逆側見て、ここ。ここに赤いところに黒い点みたいなのがあんねんけどね。このサスペンションのこの辺のところに。この黒い点って、最初からなんか汚れみたいなのがついてて、どうしても落ちひんかってん、これ。だから元からこの黒いなんか色が間違ってんのか、配合中に何か色が混ざったんか分からへんけど、ちょっと気悪いやんみたいなね。まあ、およそ3万円もぐらいするプラモデルだけにやで。ちょっとええ加減してやって言いたくなるのが、ガンダムの、右足、左足の、これが、インサートフレームでございます。ちなみにね、この片足だけ、まあ、普通にパチ組みで、パーツ切り取る、はめるだけやったらね、まあ、1時間はかからない。ただ、こう、なんていうのかな、動かした時に見える見えないやな。チラリズムの世界で言ったら、この辺もそうやけど、チラリズムの世界で言った場合、これやっぱりね、恐ろしく3時間ぐらいかかんねんよな。うん。で、この下、膝下がね、膝から下が、実はね、動くのがすっごい硬いねん、これ。ここ、ちょっと曲がれへんっていうの。ほら。ここまで、このフレームパーツかな、このフレームパーツはめて、やっとね、曲がるぐらいねん、これ。ここが。ここがね。もうね、
最初の状態でこの途中までのこの状態までの時ってね、ここ曲がらないんですよ。曲がったら折れそうなぐらい負荷がすごいかかる部分ではあったね。こうやって戻るんやけど、一応で、あのね、めっちゃ部品が硬いです。はめ込みが、はめ込みめっちゃ硬いです。正直ね、大人の僕やな、もうええ年したおっさんやけど、ええ年したおっさんですらな、押し込むのにえーって力入れんと入れへんぐらい硬いです。中学生とか、まあ、高校生生きるとき、中学生以下の子供がまあ触ることないけど、やったらね、ちょっとパーツがはまれへんっていうことはあると思いますよ。これめっちゃ硬いです、部品それぞれ。押し込んでガーってやってしてね、やっとこの、やっと隙間が若干出るぐらいで収まった。これここ後ろなんか特にだけど、これもおそらく最後はあの白い走行パーツやな、白い走行パーツはめるときに、まあ、ここはガシッとこう綺麗に収まるんやろうけど、あのインナーフレームっていうの、ごめんね、インナーフレームだけになるとちょっと心細い作りはなるな。これがね、例えば初代のパーフェクトグレーでやったら、初代の PG は1万2000円ぐらいやったやん。定価が1万2000円、初代の PG の1万2000円で微妙な空気が漂うんやけど、2倍以上やん。初代の PG の2倍以上のお金になってると、この微妙な隙間があーってなんねん、これねっていう、こんなとこですか。あ、一応これはね、あの途中までをわざとやってます、やってます。これここが特にそうやねん、こう曲げた時のここの、このグレーパーツが F のパーツなんですけど、このパーツはね、最後の方のこの辺に来ないとつけないパーツなんですけどね、ちょっとカッコ悪いからとりあえずさっきはめておきました。はい、ここのメッキが、シルバーとゴールドのツートンメッキなんですけど、別にいらんやろみたいなとこですかっていう、んなとこですか。はい。